ご列席の皆様、文代さん、岸田総理、またここでお目にかかれてうれしく思います。昨日ワシントンでお目にかかったばかりです、お別れしたという方がいいですね、NATO で,す NATO でしたが、今日はもうと再びお話をすることができました。とても重要なサミット でした。あ、北大西条約機構75周年ということでそこにえ、文夫さんが来てくださったことも大変嬉しいことでしたようこそベルリンへ日独の関係というのは非常に緊密ですそして私たちの関係はとても信頼に満ちたものです私首相になりましても3回日本に行きましたあ、この前に行ったのは広島サミットでありましたそこでまたあ、ベルリンでこうしてご挨拶できることをとても嬉しく思いますエルマオの G7 にももう来てくださったわけです けれども、9000キロの距離がある両国ではありますが、多くのことが私たち2国をつなげています。えー、世界中で、えー、もう第3位、第4位の経済大国です。と統計の取り方によってあこうなったりああなったりするわけですけれども、そして G7 のメンバーであります、えー。ルールに基づく法治国家であり、民主主義を信奉しております。私たち 安保理事会の改革、も一緒に進めている、そして日本今、日本は非常に理事国であります。今時間の転換 点に身を置いておりますけれども、大きな変革をドイツにおいても日本においても求められております。例えば、防衛、国防について、これ、国防を高めていき、アグレッシブな侵略者に対抗できるようにして、用意をしておかなければなりません。ドイツは2%、GDP の2%を恒常的に防衛費として計上していくことになっております。これはもう本当に えー、これをもってウクライナに対して私たち揺る,が揺るぎない支援を続けていかなければなりません、えー、ドイツは世界でも有数の支援国であります、えー、もちろん金銭的にもそうですが軍事的にもそうです日本にとってもおそらくこの転換期にあって軍 軍事的な面でいろいろ進めるのは簡単なことではなかったはずです。ですからこそ、ここで、えー、例えば軍事品の輸出ができるようにした、あしてくださったということは大変評価に値します。えー、日本は大きなあ支援をウクライナにしていらっしゃいます。で、これは高く評価す,、えー、するものであります。そして えー、もう本当に大きな形で制裁をロシアにかけてくださっています。ですから、共同で私たちは包丁を取って、えー、ウクライナを支援しているわけです。二国間、えー、協力はと,と,てもとてもうまくいっています。えー、海軍,海軍、えー、空軍がインドパシフィックディプロイメントということで日本に派遣されます。えー、そして、背取り監視を北朝鮮に向けて行います。ね、そして今日ですがあ 日独の悪さが日本で批准発行いたしました、日で発行いたたししましたとても嬉しいことです、そして国連制裁をロシアも一緒になって決めたにもかかわらず、北朝鮮からの武器がロシアに入っているという状況が出てきています。ここれは有識ことですそしてコロ な危機がて終わって気がついたのは私たちは一つの国あるいは一つの地域のみに依存するような経済の形ではいけないということですですから経済安保対話というのを私たち2国で始めることにいたしましたそして また来年には、ドイツで日読政府間協議を行うことにしております。文雄さん、それでは本当にもう一度、ようこそと申し上げて、お言葉を頂戴いたしましまょう今回、総理として初めてド、ドイツ・ベルリンを訪問することができ、大変う嬉しく思います。 オラフをはじめドイツの皆様方の温かいまあ歓迎に感謝したいと思いますロシアによるウクライナ侵略中東情勢と国際社会が厳しい挑戦に直面し欧州大西洋とインド太平洋の安全保障が不可分,不可分であるということますます明らかになる中 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向けて、日独の協力と連携の重要性、ますます高まっています。先ほどの首脳会議、会談では、こうした問題意識の下、オロフとの間で日独両国間の連携、協力、一層強化していくことで一致をいたしました。 ドイツが近年インド太平洋地域への関与を強化している中両国の安保防衛協力も進展をしていますこの夏にはドイツ空軍機およびフリーゲート艦が訪日し日本からも海上自衛隊の練習艦隊がハンブルグへの寄港を計画しています そして、オラフからも紹介がありました、本日発行を迎えたアクサが、こうした部隊間の協力のさらなる促進に寄与すること、これを期待しております。また、2プラス2の枠組みも活用しながら、安全保障・防衛協力の連携をさらに強化していきたいと考えており、 本日、オラフとの間で次回会合を早期に開催すべく、まあ、調整していくことを確認いたしました。昨年3月にオラフとドイツの関係閣僚を東京にお迎えして開催した第1回日独政府間協議は日独関係に新たな扉を開く重要なステップとなりました。 本日、次回会合を両国の関係閣僚の参加も得て、来年にもドイツで開催するべく調整していくことをオラフと確認をいたしました。本日は、経済安全保障分野についても、日独間の連携のさらなる強化に向けて、率直に議論を行いました。経済安全保障上の課題に対しては 同盟国同志国の一致した対応が重要です。また、自由で公正な国際経済秩序を維持・拡大していくためには、産業構造や高度な技術力において共通点を持つ日独の連携がますます重要です。オラフとの間でこうしした認識を共有し 両国間で経済安全保障に関する協議枠組みを創設することで一致をいたしました。また水素、半導体、鉱物資源等の戦略的部門において、民間セクターを含む両国間の連携に進展が見られることを歓迎いたします。さらに、次世代の情報通信基盤である 5G、6G の研究開発、サイバー分野での連携、広島 AI プロセスを通じた安全・安心で信頼できる AI のグローバルな実現などに向けた協力も推進してまいります。最後に、今回の私の報読に対するオラフやドイツ政府関係者の皆様方の ご協力に改めて感謝を申し上げます引き続き、この後のワーキングディナーで、地域情勢や多国間外交における日独間の連携強化に向けて、率直に議論ができることを楽しみにしております。 よろしししくおお願いいいいままますす、えっと、両首脳にお伺いしたいと思います、ま、ず岸田総理に伺います岸田総理は今回の外遊を通じて NATO 諸国のインド太平洋地域への関心関与の維持強化ということを、えー、目指しておられますそんな中で特にドイツに対してインド太平洋地域で、えー、中国や北朝鮮と向き合っていく上でどのような役割を期待されておられるでしょうかまた、えー、ショルツ首相にお伺いしますドイツはインド太平洋に対してどのような形で関与していくお考えでしょうか インド太平洋の関与にどのような国益を見いだしておられますでしょうか、またことしはあの言及もございました、ドイツ軍のフリーゲート艦東空軍機を日本に、えー、太平洋に派遣されますけれども、これに中国は反発する可能性があります、今後も継続してインド太平洋の方に、えー、アセットを派遣して、関与を務めていくお考えがございますでしょうか、お願いいいたしますはいえー、それではあのまず私の方から、えー、お答えをさせていただきます。 昨日、3年連続 NATO の首脳会合のパートナーセッションに出席をさせていただきましたが、欧州大西洋とインド太平洋の,この安全保障、ますます不可分になっている、こういった認識が欧州においても着実に深まっていると感じてきました。インド太平洋地域においても この中国や北朝鮮の動きなど、安全,安全保障環境、をますます厳しくなっています。まあ、そうした中で、えー、価値や原則を共有する日独の連携の重要性、これはますます高まっています。えー、そして、ロ朝軍事協力の深まり、あるいはロシアによるウクライナ侵略に関するこの中国の動きへの対応、えー、さらには、 経済安保等についてドイツとのさ,さらなる連携、これを期待しています。そしてドイツは2020年にインド太平洋ガイドラインを策定をし、これに基づいて我が国を含むインド太平洋地域への軍事アセットの派遣を含め、目に見える形でインド太平洋地域への,この関与の強化に取り組んできています。このこのことは 日本は大変心強く思っておりますし、えー、高く評価しているところです、えー。本日の会談では、このショルツ首相との間で、本日発行した日独アクサが、両国部隊間の協力のさらなる促進に寄与することへの期待、これを確認いたしました。 日独間の安保・防衛協力のさらなる進化に向けて2、2プラス2を早期に開催する、このことも確認をいたしました。あのこうした安保分野を含むさまざまなこの分野でさらなる協力を、このドイツとの間で深め、そしてショルツ首相とも緊密に連携をしていきたいと強く願っております以上です。 短く申し上げます。もう文雄さんの方から多くのことをお話しくださいました。私たちに一族の関係ではですね。私たちはもうクリアなストラテジーを持っています。インド太平洋戦略です。そして 特別な関係を日本に持っているということはそのベースにあるわけです。もう本当に何,もう何度もお会いしていますし G7 では例えばビデオフォーマットだけではなくちゃんと対面でのお話し合いもずっとしてきました。もちろん当然のことです。私たちインドににににに軍を送送るるるる日日本本すあいいははとうのは非常に 必要なことでもありますこのようなあ難しい状況下におきましてはあそ,の、えー、それがシグナルとしての価値を持つだけではなくいかに私たちが2国が協調していけるのかということを確認することができるからです。例えば国際 海洋法というのは絶対に守らなければならない。これは私にとってはとても非常に重要な重要なことです。ですからこれに関しても二国でシグナルを送っていくということができると思います。アクサが非常にまあ重要な意味を持つということです。これはロジスティック上の支援に関わることでもありますが、それだけではなく二国間の協力がさらにもう今ある形からまた え、先に進むためのクオリティを高めるための。え、マイルストーンでもあります。私たちは。例えば、北朝鮮を見ると。 ロシアも関わって決議した安保理事決議というのがもう明らかに破られているわけです。これは地域の非常に大きな危険であると申し訳申し訳なければなりません首相総理え大丈夫ですかこちら <laughs>、はいえー、一つ教えていただきたいことがあります経済安全保障です。 この質問はお二人にしたいと思いますけど中国に関わることです。首相ドイツはブリュッセルにおける EU の制裁関税に対しこれを棄権するその決議で棄権するというのはなぜですかこの連合ファイウェイがプロダクトを2029 9, 9年まで、えー、進めることができるというのは長すぎるという意見がありますけれども、えー、このお中国のハイテク部門での例えばイ、えーえー、モバイルですと、えーえー、電気自動車などのお危険も加えてどういうふうに、えー、う総理への質問と申したいと思います。はい、えーっと 中国との関係、まあ、経済安全保障についてのご質問かと思いますが、あのうんまあ、先月の、えー、プリアの G7 サミットにおいて、えー、過剰生産、うん、あるいはこの非市場的政策および観光に関する課題、それから経済威圧への対処。 さらにはこのサプライチェーンの強靭化等について G7 として連携して取り組んでいくこと、これを確認したところです。日独でもこうした連携を強化していきたいと思っています。あのこうした過剰生産等はこの非 市場的政策及び観光によって行われている、そういったことによって、この関係国の経済力を弱めることになる、こうしたことであります。ぜひ、この自由で開かれた国際的な経済ルールに基づいて、経済が運営されると。 いうことの重要性を考えるときにこうしたこの経済安保面での協力これをしっかり行っていきたいと思っております日本としてはこうした考えに基づいてドイツと連携をしてまいります以上です 日独の協力関係というのはもう本当にこれ私も強調をしてもしすぎることないと思いますだからこそ行為の対話のフォーマットを作ることにしたわけです経済安全保障ではすべての要因が出てきます例えば資源であるのかどこから来る資源でのことであるのかあるいは今後のサプライチェーンの作り上げ方などです。でこれは ですから、どこか例えば半導体のようにど半導体がどこかに依存してしまってはならないということでヨーロッパあるいはドイツへの半導体生産の誘致あるいはそういったものがもうどんどん進んできております。で のプロジェクトのうち11がもうドイツで行われていますですから反動体に関してはヨーロッパの中でも特にドイツがまた力をつけていくと思われますマクデブルクドレスデンザーランドそれその他ミュンヘンハンブルクいろいろなところで、えー、もうキャパシティが生まれており拡張することが非常に重要になっています当然のことながらあ 私たち通信の部門でもこの依存度を低め。 低下させていいいきたいと思いますですからこそ 5G6G というようにさあきほど文夫さんおっしゃってくださったようなところで協力していこうと思っているわけですドイツは見本になるような形で模範となるような形でテレコム関係の企業との契約をいたしましたテレコムシステムを自分たちの手で行っていくためですで自分たちで作れるように作り上げられるようにということです、ね 同時に私たちのテレコムインフラの拡張それからスピードをそれを自国で行うからといってそれが弱まってしまってスピードが弱くなってしまってはなりませんですからスピーディーに拡張を自国で進めていくということになります。で、えー 多くの,他のところでは例えばそのようなことを決めますとスピードが低下するというようなことが見られたことがあります。しかしそれはドイツではこの部門では起こってはならないと思っています。ですから非常に他の 部門でもこのような企業と企業と国との協力によって安全保障を経済上の安全保障産業上の安全保障をつ続けていくというのは非常に重要なことだと思います。そして EU 委員会が中国と電気自動車に関して合意に至るであろうと思います。あるいは至るといいと思っております。問題。 があるというのは確かなわけで EU 委員会が決めたこ,のこれからの生き方電気自動車がどんどん増えていくようにそしてこれが国際的にフェアな形で競争力を持って ていられるように、競争に怯えなくて済むようにという状況、フェアな状況を作らなければならない。これが EU 委員会と中国で今行われている協議の内容です。共同通信の大沢と申します。よろしくお願いいたします。あの両首,首脳に伺います。 中国の,あの先ほどからも質問出てますけれども中国の,その経済的威圧や過剰生産が問題視されている中であの日本とドイツという国はそれぞれあの中国との経済的な結びつきが強いわけですけれどもあの今日の会談の中ではです、ね、その経済安全保障政策も含めて中国,の中国との,その経済との付き合い方はですね、どのようにあのしていくかというのを あのそれぞれあの立場認識どのように話されたのかあのお答えいただけますでしょうか。それではあの私の方からまずお答えいたします。まあ、過剰生産あるいは経済威圧にまあ関する質問ですが、まあこれはあのまあ自由で開かれたルールに基づくまあ国際経済経済秩序というまあ観点から。 極めてて重要な課題であると認識をしています、えー、近年、顕在化するこうした経済安全保障上の課題に対して、まずは同盟国、同志国が一致して対応することが重要であり、私が議長を務めた広島 G7 サミット、そして先般のプーリアサミットでも、 G7 で連携していくことこれでこうしたことで一致をいたしました特に産業構造や高度な技術力において共通点を持つ日本とドイツの連携これは自由で公正な経済秩序を維持拡大していく上でとりわけ重要であると考えていますそして本日のまあ会談でどんなやり取りをしたかということでありますが この本日の会談では、今申し上げたような考え方に基づいて、経済的威圧、過剰生産を含む経済安全保障について、時間を割いて率直に意見交換を行いました、この日独間でさらに連携を深めていくために、経済安全保障に関する協議枠組み、これを新たに立ち上げる。 ま、こういったあのことで一応したということであります。まあ、こうした形で日独間のこの問題に対するこの議論を深めていきたいと思います。しま、連携協力を強めていきたい。このように考えております。以上です。 えそれを私も強調したいと思います日独は経済的構造が似ています世界で見ても第3位第4位の経済大国です私たち 非常にコンピテンシーの高い能力の高い国々ですですから私たちが協力するというのはフェアで自由な競争の行える環境を未来をつくっていくために非常に私たち重要なことと考えています。G7 が広島であるいは プーリアでイタリアのプーリアで行われた時にも私たちのこの音 国間の協力がいかに重要かもう同じようにやっている2国が私たちには力があるのだと理解し確認し良い経済的な発展ができ私たちがそこからあ私たちにそれが資するような形でそれを行っていくということで私たちの意見を確認してしたわけです私たちはそれをやらなければなりませんしできます最後のご質問どうぞ ありがとうございます。もう一度、安全保障に戻りたいと思います。総理岸田総理理岸田日本は 外国に軍事品を軍事品を出すという輸出するというために法律を変えたというお話ですペトリオットシステムを日本はお持ちですけれどもどのような状況条件でどのような期間中に可能であればウクライナにこれを出すことが供与することができるとお考えですかそしてショルツ首相長,長距離兵器を アメリカからドイツに持ってくるということが決まったとき、ロシアがまた非常にこれに反応しまして、えー、ただでは置かないというようなことを言っているわけですどのようなあ、えー、帰結を考えられますか、はいあのまあ、日本はうんこのウクライナの問題、えー、これは決して欧州の問題ではなくして 国際社会全体の問題であると捉えて、えー、この強力なウクライナ支援とそして、えー、対労制裁これをま続けてきていますそしてウクライナ支援の中でおっしゃるように殺傷能力のある兵器の輸出は日本の憲法や法律との関係で これは制限があるわけでありますが、その中にあって、日本としてどのような貢献ができるのかうんあの、パトリオットミサイルについてご指摘がありましたが、こうした軍防衛装備品については、ライセンス取得をした国に対してのこの輸出、こういったことは可能とするなど、 この法律、憲法、法律の範囲内で最大限どん何ができるのか、これを検討し、そして、この実行をしてまいります。もちろん、こうした防衛装備品だけではなくして、この NATO のこの基金を通じた、 無人航空機の検知システムの輸出ですとか、あるいは車両ですとか、さまざまな物資の輸出、そしてさまざまなこの人道支援等も続けている、こうしたことであります。いずれにせよ、日本は、この今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない。 こうして強い危機感を持って、ウクライナ支援、日本としてできる限りの支援を今後とも続けていきたい、このように考えております。 ロシアの侵略戦争というのは、ああ、自治体の転換期だというふうに、私は議会で申し上げました。本当に転換期、というのが、もう、ヨーロッパでは、本当は、ああ。 もう前にずっと前にあったとわけですでそのあとに本当は国境を暴力で移してはならないというその反省を私たちはしたはずなんです。で,ですからこそ今ウクライナに対してその反省が全くまた無にされて非常に向こうの人たちが非常にひどい形で持って被害を受けているということであります。で私たちはヨーロッパ を見ましてもドイツ向けに向けたあそして NATO の他の国々に向けたあ防攻撃があった場合にこれに対処できるようにしていかなければなりません。フィンランドとスウェーデンが新たに NATO に入ってきましたけれども。 防衛装備品の協力という面でもスタンダード化標準化をしてお互いにこれを行き来簡単に輸出輸入できるようにそれによって恒常的に えー、いつも一番新しいものがどこでも私たちの仲間の中では使えるというような形を作っていかなければならないと思っています。で現在、えー、この安全保障に非常に重要な今作られているものについてももうそうです。でドイツは GDP の2%を、えー、防衛に拠出します2017年には私が財務大臣になる1年前ですがドイツは。あ えー、防衛に3800億ユーロ、あ失礼、380億ユーロで,すでしたで。それがあ今、倍増したわけです。で、ねえー、今、350億ユーロが国防軍に行き、そして特別資産として、えー、53億 530億ユーロが行き、そして特別資産が防衛に向けられます。で、一緒になりますと、だたい800億ユーロをコンスタントに今後は出していく、それがもう一般会計から国防に向けられるものになります。ストラテジックな決定 の面で申しますとできるだけ例えば戦車を調達するにも,もっとスピードを高めなければなりません重要なのは本当にウクライナで分かったようになかなかそれが済まないことですそしてウクライナでは防空システムが足りませんこれをな何とかしなければならない今3つ送りましたけれども他の国からも行くようで。 ありま,すまだまだまだ足りない方向もっとあったらい,いのいと思いますけれども、えー、少しずつドイツのこのイニシアチブが構想してきていると思いますしかしペ、えー、トリオットシステムドイツだけ、えー、失礼ウクライナだけではなくヨーロッパ全体でいるわけですヨーロッピアンスカイシールドというものがそこで出てきているわけですそしてヨーロッパの領土 NATO の 領土をそれによってよりよく守るエロスリーというもので守りますねペトリオットシステムでも守りますドイツでも。 大々的にこれでもって領土を守っているわけです、守ることになります。で、それに必要なものがドイツの領土上に置かれることになりまして、もっともっとキャパシティを高めていくというのが生き方になります。アイロスティによって ミサイル攻撃をされた場合あるいはあ巡航ミサイルやドローンが来た場合にそれに対して、えー、これを迎撃することができるような力をつけていくということも重要です。私たちのの持っているもの例えば戦車あとかスカイレンジャーなど でえー、持っているものはどんどん出してきたウクライナには出してきたわけです。私たちはですからあもう言ってみれば4つぐらいのレイヤーでもってヨーロッパウクライナのみならずヨーロッパ全体ドイツを守っていこうと思っているわけです。しかし攻撃されないようにするには抑止力も必要です。でこれも多くいろいろ持っています、えー、ドイツの領土を守るために。でえー これをするためにやはり資金を出さなければなりません。今持っているもの、タオルス、巡航ミサイルをはじめとするその他のミサイルやその他のシステムによってこれを行っていきます。スタンドオフ 兵器というのも今後ヨーロッパそして NATO で開発していかなければなりません。長距離のスタンドオフ兵器でありますけれども、これはもう私は必要なものとして主張してきたところです。で、一番機密にやっているパートナーと共にこれを開発します。で、それがあると、 私たちの同盟国である、最大の同盟国であるアメリカが、 私たちがアメリカがアメリカのものでなくてもとりあえずはアメリカからこちらに持ってくるわけですけれども私たち自身もそれをまた自分たちで持ちできるだけそれを抑止力として戦争がそもそも起こらないようにしていくこれを考えております最初は最初から言ってますようにアメリカそれ ロシアが NATO と戦争を始めるようなことがないように私たちはずっと考えてウクライナの支援をしてきたわけです。私たちはそこで気がついたのは私たちが自身が十分に強くなければならないそして抑止をしなければならないということであります。私たちの戦略というものを考えるにあたり私たちがやることドイツがやること ということは通常兵器の分野になります。ねこれがあもう何が必要か何をするのかあということを考えるにあたってもこれが根底にあることを申し上げて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。